ってんだよ俺マウ、ということで、はい、どうも誰です。さて今回はですね、まず説明させてください。まず冒頭の嘆きの意味ね。今ですね、撮影開始しているのがですね、7月22日、間違えてないね、7月22日土曜日の0時40分でございます。はい、今日がですね、そうなんです、ウルフハウルハーモニーアイコン Z 武者修行兵庫スペースシアターのですね、日なんですけれども、実は僕先ほどまでですね、ちょうど15分ぐらい前までですね、だから25分ぐらいまでか、ですね、収録をしてました。はい、収録をしてて、もう今晩で出す、まあこれから出す同じ内容のね、動画のことをですね、撮影をしておりましてですね、なんとその撮影をしているのが終わって、編集しようとした段階でとあることに気づくんですね。僕ですね、日付を間違えてました。今日今7月22日なんですけれども、7月23日と言ってしまって、丸々20分ものですね、以上、20分以上のトークをボツにして、今改めて収録し直しております。やばい、もうやばすぎる。何がやばすぎるかっていうと、今から説明していきますね。ですね、今からですね、僕ですね、あの武者修行に行くわけなんですけれども、僕今回頭がおかしいことをやろうと思ってて、実はですね、始発で、行こうと思ってるんですよ。で、始発で行って、だいたい、スペースシアターに着くのが7時半ぐらいなんですけれども、その7時半に着いた時点で、僕が行ける最速で行った時点で、どれぐらい人が並んでるんだろうっていう検証をね、ちょっとやってみたくてやるんですよ。で、やるんですけれども、僕ね、自分の家から最寄り駅まで約3キロぐらいあるんですね。はい、徒歩です。はい、徒歩なんですよ。この距離を徒歩移動なんですよね、僕実は。なので、どういうことが起こるかっていうと、だいたいこの後、4時半過ぎ、4時40分ぐらいに家を出なきゃいけないということで、あと4時間後に出発なんです。やばい!もう本当にやばすぎる。この時間帯にね、もう収録をしている。で、これからですね、動画を上げようと思うと、だいたい1時半弱ぐらいになるのかな。そっから寝て、だいたい4時40分に出るでしょ。だから準備ももろもろ含めると、だいたい4時ぐらいに起きなきゃいけない。やばいね、睡眠時間がないんですよ、というそんな状況で今撮影をしてて、で先ほど撮影が終わったんですよね。本来撮影が終わってたものをボツにしたと、日付を間違えたからということで、いやーちょっとしんどいけど、ちょっとね、体に鞭を打って、どうしてもね、投稿したい内容になるので、もう今晩中にどうしても投稿したい内容になるので、今から20分以上喋ります。同じ内容もね頑張っていきましょうか。はい、では行きましょう。チャンネル登録、高評価、コメントお願いいたします。では本編へゴー。はい、ということで、俺ごめんね、何を話すか全然言ってなかったね。まずは、今日ですよね、ウルフハウルハーモニーの、武者修行に行くから、そのですね、まあ心持ちというか、まあサムネイルにもあると思うんですけれども、とあるお願いというかね、もう出てるよね、コラボしたいというですね、お願いをですね、しようかなと思ってますね。またお前何を言ってるだし、シーズンですね、やっていきたいなと思います。でその後に、まあ運営からですね、注意喚起がですね、出てるんですよ、武者修行に関して。そのことについても喋っていきますよというのが2個目ね。でラスト、ちょうどですね、まあ今日明日がですね、デビュー日までのちょうど1ヶ月なんですよね。デビューまであと1ヶ月を切ったところになるんですけど、切るというか、今日が切る前日で、明日がですね7月23ということで、デビュー日の1ヶ月前なんですよね。なのでちょっとですね、いろいろですね、考えていきたい内容があるというか、まあデビュー曲がいつ配信になるんだろうというか、明日来るんじゃねみたいなことをですね、ちょっと話していきたいなと思いますので、行きましょうか。ということで、まず1個目ね、今日ウルフハウルハーモニーの武者修行をですね、僕行くわけなんですけれども、いやーめちゃめちゃ楽しみだね。ですね、約1ヶ月ぶりのウルフとの対面になるわけなんですけれども、いやまあ前回がね、阪急西宮ガーデンズということで、いやちょっとね、1ヶ月空いたようなね、感覚がないんですよね。だいぶね、この1ヶ月が充実というか、忙しすぎて、だいぶ怒涛に過ぎていったんですけれども、ようようと振り返ってみれば、この間にね、やっぱ3000人達成したりとかね、登録者が3000人行ったりとか、あとはやっぱりこう武者修行のね、だからウルフハウルハーモニー関連の動画出してから会うわけなので、
だからね、スイートレインの動画が 2.5 万回行ってたりとか、感想&レポートとかも8000回以上回ってたりとか、それ以上に長島スパーランド の CM 起用になったよっていうあの動画が1万回突破してたりとか、まあいろいろですね、ちょっとね、好成績を残してるわけなんですよね、私のウルフ動画がね。まあそっからもですね、ラブレッドたちともね、たくさん交流をしていく動画がね、いっぱい上げたと思うんですけれども、まあそういった中で、まあそれからやっぱり会うってなると、やっぱ心持ちもね、だいぶ変化していくわけなんですよ。やっぱね、あの動画聞いてくれたのかなとか、見てくれたのかなとか、いろいろチェックしてくれたのかななんていうふうにも思うので、まあね、やっぱりこう、あとは、ね、特典会ですよね、何はともかく。まあ優先観覧エリア入れるからとかもいろいろあったりはするんですけれども、正直、特典会です、僕の中での重きは。そうなんですよ。やっぱりね、あの、パフォーマンスいい風に撮影したいとか、いい角度で撮影したいとか、いい視野で撮影したいとかあるんだけれども、特典会ですよね。ちょっと、ウルフさん、お願いがあります。まあ、メンバーの方ね、聞いてくれてるかもしれないんで、言うとするのであればお願いです。あの、本編へ GO やるのもいいんだけど、そう、あの、前回ね、6回ぐらい行って、ほぼほぼ全部本編へ GO で埋まってしまった、ゴリ押しされてしまったっていうのがあるんですけれども、まあね、確かに幸せなことですし、他のね、人たちにはなかなかね、成し得ないことかなと思うんですけれども、僕もね、やっぱ伝えたい思いというか、伝えたい言葉とかも考えていくんですけれども、それをね、本編へ GO で上書きされてしまうっていう事態になるので、まあ、せめて、まあ僕が行く、今回行くのが多分ね、計55の10は行こうと思ってるんですよ。なので、まあそのうちの、まあ半分ぐらいかな、って思ってるんですけども、まあ多分そうね、コントロール効くもんでもないと思うので、まあ花からちょっと諦めてはいるんですけれども、まあ本編へ GO10 回になるんじゃないかななんていうふうには思ってるんですけれども、まあお願いしますから、僕もね、いつもありがとうございますと感謝の意をね、述べさせてくださいっていうのが正直なお願いですね。そして2個目です。はい、ここからがですね、まあこの動画のですね、メインディッシュというか、まあ、メインディッシュが一番ね、最初に来るっていうのもね、おかしな話だと思うんですけれども、メインをここで喋ります。コラボしたいっていう話なんですね。はい、またお前何を言っているんだシーズンというかゾーンなんですけれども、もう分かりますよ、無謀です、もう分かってます。でも僕はもう もうあえて言うとね、もう言っていくスタイルでやりますから、これからもずっとこういうことを言っていくんです。僕はコラボしたいね、デビューイベントに取材陣として行きたいね、リルリーグとクロストークしたいとか、まあいろいろ言っていくんです。僕はもうね、言ってかないと、やりたいんだよって。で、これなんで言うかっていうと、直接ね、コンタクトを取る、なんて言うんでしょうね、コネクションもないんで、動画で伝えていくしかないんですよ。まあ、あとは、もう、ね、正直、ね、特典会で言えばいいじゃんって言われるかもしれないんですけども、特典会に関してはもうね、向こうから本編へ GO でご利用しされることはもう予想がついてるわけなんですよ。なので、もう特典会、しかも特典会ってあのスピード感で流れるんですよ。もうほんと物の数秒ですよ。あんな中でコラボしたいですなんか伝えられるね、余裕なんて僕にはないんですよ。テンパってるんで。だから、ね、しかもさ、だるまさんとかにさ、直接こう、お願いしますなんて言う勇気もない。一応お客さんとしてる、言ってるから、実際リアルな場所で、そんなズーズーしさを持ち合わせてないので、トークで、この YouTube という場所を使って、で、ウルフも聞いてくれているかもしれないとか、聞いてくれていることはもう分かってるので、ね、動画を聞いてくれているからこその本編へ GO が出るわけですから、だから、言っていこうと。で、サムネイルで、ドンと出していこうと。いう風にね、僕はもう恥ずかしげもなく堂々とやろうということなんですけれども、まあまずね、お前ね、当日に何を言ってるんだってね、そこも言われるかもしれないんですけれども、正直、まあ今回のウルフに関しては当日でもいける気がしてるんですよ。言うべきことかなって思ってるんです、当日でも。なんでかっていうと、ウルフってまあ TJ ビビやキッドフェノメロンと違って、ウルフでワン会場なんですね。ワン会場1部2部なんですよ。ということは一部二部の間時間があるんです。この隙間数時間があるんですよね。これで、まあ、会場外に出ることは、まあ、ないだろうねって思ってるんです。ってなってきたら、この一部と二部の隙間時間でできるんじゃないのか、コラボがって思ってるんです。まあ、これはもう あくまで裏のことなんで、もう正直わかんないから、裏のタイムスケジュール、だからウルフのタイムスケジュール、どういうスケジューリングで動いていくかなんて、わかんないけど、わかんないんだけども、でも、やれる時間はあるよねって思ってるんです。で、まあ、やる価値もあるよねって思ってるんです。正直、僕とウルフがコラボしたら、ちょっとどえらいことになりそうだなって思ってる。まあ、ラブレッドはまず枠だろうね。もう僕を知らないラブレッド、まあ、大半だと思うんだけども、でも、知ってくれている人ももちろんいるわけで、っていうか、
僕のチャンネルって結構もうやっぱウルフの武者修行行った時に、前回行った時に思ったんだけど、かなりやっぱ知ってくださってる。例えばこっちから話しかけた時も、このチャンネル見たことありますみたいなことも言われるから、やっぱウルフのラブレッドたちの中では話題になるぐらい、このチャンネルっていうのも成長してきてるっていうのも一つ事実ね、これは。で、2個目としてはやっぱりやっぱラブレッドの夢というか、なんかこう夢が広がるよねっていう、だからこれはリルリーグの時も言ったんだけれども、やっぱり一オタクがですよね、こうやって頑張って SNS 活動というか YouTube 活動をやったらそこまでなれるんだよって、まあ、そもそもウルフに知っていただいているっていう時点で相当夢のある話だと思うんですけれども、さらにその先が広がるよねっていう話ができるんで、まあ、あとは単純に俺がウルフに直接聞きたいとか、まあ、いろいろあるんですけれども、やっぱりコラボする価値っていうのはあるのかなっていうふうに思うんですよね。ファンにしか聞けないことも聞けるだろうしね。だからね、いろいろね、話せることもあるんじゃないかなと思って、ちょっと提案はしてみます。コラボしましょう、ぜひともね。しかもさ、僕ね、もう多分、第2弾のスケジュールまでで言うと、もう今日の7月22日のスペースシアター公演がラストなんですよ、行けるのが。明日、正直7月23の、ATC、大阪のね、アジア太平洋トレードセンターに行けるかどうかがちょっと危ういので、まあ、行けてラストのケツぐらいなんですよね。ケツに顔出せるか、顔出せない、特典会に顔出せるか出せないかなんで、ちょっと厳しいので、もうここなんですよね。ここを逃すわけにはいかないと俺は正直思ってます。で、あとはデビューイベントあるかもしれないということで、取材に行きたいという直談判もしたいというふうに思ってるので、直接お願いをしたい。招待してくださいと。あるのならばっていうところをお願いしたいっていうのもあって、言っているっていうところがあるから、だから、ね、見たいでしょ、やっぱり俺とウルフがいつか、まあいつかそういう未来は来ると思ってます。僕が頑張り続ければ YouTube 活動を頑張り続ければ、いつか僕のチャンネルが大きくなれば、そんな日が来ることは、まあもうね、その僕のこの活動の延長線上にあることはまあ間違いないと思うんで、正直そこはね、揺るがないんですけれども、やっぱりね、言ってみるもんでしょって思って言ってます。もうダメが元々なんでね、言ってみてます。なので、まあでもダメが元々とはいえど、本気で今言ってるからね、若干声枯れてきてるでしょ。もう2ターン目だからね、同じ内容話してるんだよ正直。いやでもそれぐらいだからこそ、1個ボツにしてももう日付間違えたぐらいでボツにしてるんです。それぐらい本気なんです、この動画に対して。だからよろしくお願いいたします。コラボしましょう、ぜひとも会場でお声掛けください、サフタン。はい、待ってます。はい、まあ、待ってるけど、もうダメが元々っていうのはあるからね。そこはね、あんまりこう、期待しすぎず期待してます。はい、というわけでよろしくお願いいたします。はい、というわけでね、前半ブロックというか、ここまでで約12分でしょ。これをさっきやってるからね、やばいよね。というわけで、そこから後半ブロック行くんですけれども、ですね、アイコン Z 武者修行ですね、今回の武者修行に関して、運営から追加で注意喚起が出ておりますということで、そちらをまず読んでいきましょうか。注意喚起ね、ウルフのね、サイトから読ませていただきます。いつもありがとうございますということで書いてあって、アイコン Z 武者修行の各会場にて以下禁止行為を行われる方が多数いらっしゃいますということで、ちょっといろいろ書き方みんな覚えといてね。でですね、各会場にてですね、違反者発見し次第以下対応を取らせていただきますということで書いてあります。この赤字で書いてある部分すごい大事だと思います。いきますよ。禁止行為というのがまず書いてあります。1、写真撮影録音録画行為。2、リストバンドの不正、同部リストバンドの複数所持や一度外したリストバンドを再度つける行為。3、その他文言記載の注意事項ということで、でですね、今後の対応ということが書いてあります。ここね、みんなね、よく気をつけといてね。上記禁止行為発見した場合、以下対応を取らせていただきます。1、禁止行為にて取得した各写真映像録音データの削除。まあこれ当たり前だよね。過去の各データを発見した場合も全て削除いたしますよということで。で、2、リストバンドの没収。3、特典会参加券の没収。4、当日のイベントの参加禁止。場合によっては今後一切のイベントの参加禁止ということで、まあ、なお上記に伴う商品の返品返金対応を行いません。また個人情報を控えさせていただく場合もございます。ルールを守ってご参加いただきますようお願いいたしますということなんですけれども、
まあもうね、ルールを守って参加するっていうのはもう当たり前なことです。当たり前なことなんですけれども、1点運営さんに言うとするのであれば、これってあの1のね、まあ、禁止行為1の写真撮影録音録画行為、これね、まあもちろん分かる範囲としては、アーティストが出ているパフォーマンスしているところ、要は撮影可能部分を除いての撮影行為っていうのが禁止ですよっていうところだと思うんですけれども、これね、パフォーマンスしていない部分ってどうなのっていう、だからアーティストがステージ上に立っていない時間帯っていうのはどうなのっていうところをちょっと俺聞きたくて、だってさ、これ書いてあるのが各会場にてとか各イベント会場にて違反者発見し次第って書いてあるわけなんですよ。この書き方だと会場にいる時点で撮影がダメですよ。これさ、ちょっとさ、まあみんなさやると思うんだよね。例えばうちわ持ったりとかネーム帽持ったりとかでアーティストが出ていない時間帯にパシャって写真撮って SNS に来たよってやるじゃん。これもダメってことなのかな。これちょっとわかんないんだよね。まあ、正直今までのイベントだとそういうのやっててもお声掛けはなかったので、まあ、そこはクリアなんじゃないかなって思ってるんですけど、ちょっとどうなんだろうね、わかんない。多分パフォーマンスだけの話だと思うんですけどね。さすがにね、アーティストが出ていない時間帯に撮影ダメだよって言われるのちょっとわけわかんないじゃん、正直。そこはわけわかんないところがあるんで、まあアーティストが出ている時間帯なのかなっていうふうには思ってます。はい、パフォーマンス中とかそこの辺だ、例えば公開リハーサル中とかその辺だと思います。まあ逐一ね、スタッフさんからアナウンスがあると思うんで、会場でね、まあその会場でのアナウンスをよく聞いていただいて、注意深く聞いていただいてとか、いや、そのそういうことで行動していただければいいかななんていうふうに思ってるので、皆さんね、ぜひともね、こういうの頭に入れておいてください。誤ってね、パフォーマンス中に撮影してしまったとか、ね、録音してしまったとか、そういうのが発覚してしまったらね、もうね、本当にね、イベント参加ができなくなるというか、もう今後一切できなくなる可能性もあるんで、ぜひともそこはね、注意していただけたらなというふうに思います。でですね、まあ、ここからなんですけれども、まあね、先ほど言ったようにですね、明日7月23日がですね、デビュー日の1ヶ月前ということで、さあ皆さん、さあいろいろ予想していくんですけれども、ここからね、というのも、まあ1ヶ月前ということで、何かしら、まあ今日明日でですね、情報解禁があるかなって思うんですよ。というのも、まあまずですね、約この今日ね、7月22日の1ヶ月前、約1ヶ月前からですね、武者修行というものが始まっておりますよね。で、まあ、大体ですね、武者修行の発表も武者修行が開始される1ヶ月前ぐらいにね、発表があったと思うんですね、僕が推測するに、てか思い出す分にね。なので1ヶ月1ヶ月でしょ。だから約そうね、1ヶ月スパンで情報解禁っていうのが来てるんですよ。そうなんですよ。だから1ヶ月スパンで情報解禁が来ているということはですよ、今日明日中にもう1個ステップアップした情報解禁が来るんじゃないかなって思ってます。やっぱ1ヶ月前ってね、情報解禁するにはふさわしい日だと思うんで、だから何が来るのかなって想像したら、僕ね、曲の解禁が来るんじゃないかなと思ってます。だからフル尺で各グループのデビュー曲が聴けるようになると思うんですよ。だから1ヶ月前にね、武者修行のミニライブを見た人はフルでね、聴けてるわけなんですけれども、公に聴けるようになるというのが1ヶ月前なんじゃないかなというふうに思ってて、なおかつもうね、自分で言いたくないけど、7月23日の武者修行からフル尺の映像の撮影ができるようになるのか、もしくは今日から7月22日この1ヶ月前っていうタイミングで今日からできるようになるのか、そこら辺だと思うんですよね。だからまあ7月23の0時に音源解禁、ストリーミング配信がされるんじゃないかなっていうふうには思ってます。スイートレインだったりとか、ジェッティンだったりとか、ウィリーとかの話ね。でまあ今日もしくは明日かな、フル尺で、まあでもね、タイミング的に言ったら明日が濃厚かなと思うんですよ、俺は。7月23日の武者修行から、撮影可能部分がフル尺になったりとかいうふうにあるのかなと思うんで、僕明日行けないんで、ちょっと悔しい思いもあるんですけれども、まあね、もしかしたら今日からいいよってなるかもしれない。だって土日だからさ、どっちか行けなかったら悔しいじゃんっていうふうになるのかななんていうふうに思うんで、わかんないんだけどね。でもこのタイミング逃したら俺正直音源公開っていうとどこになるのかなって思ってるんで、まあだって1ヶ月スパンで来てるからさ、ね、グレードアップした解禁ってなるともう楽曲解禁ぐらいしかないと思うのね。
そう思わないみんなも。俺はそう思うんだけどね。どうなるんでしょうか。いやーにしてもね、本当にね、叱るべきだと思いますよ僕は。で、解禁をして、今日だから今日明日、まあ明日かな、だから明日の0時に音源解禁をして、まあ、約2週間後ぐらいから MV がポンポンポポポンと出るとかね、そんな感じなのかなっていうふうに思うんですけれども、いかがでしょうか。まあだから本当にね楽しみですよね。まあでも絶対絶対よ、絶対何かしらの情報解禁が来るって。まあ楽曲の解禁が来なかったとしてもね、何かしらの解禁は来るはずなんですよ。1ヶ月前なんでね、デビューの。だからそれこそデビューイベントの情報解禁っていうのもね来るのかもしれない、この1ヶ月前っていうタイミングでね。うん、じゃないとね、なんかね、なんかないとでも寂しいじゃん、1ヶ月前だよって思うからさね、何かしらの情報解禁来るかなと思っております。はい、というわけでですね、まあ以上になります。長々と喋りましたけれども、とにもかくにも今日のウルフアルハーモニーのアイコン Z 武者修行が楽しみです。というわけで以上になります。チャンネル登録、高評価、コメントお願いいたします。ではまた次の動画で、バイバイ。